ベルリナー FC ディナモは、ドイツ、ベルリンを本拠地とする、サッカークラブ。冷戦期の東ドイツにおいて、シュタージの支援を受け、審判に圧力をかけ試合結果を不正に操る、ことなどで悪名高く意味嫌われた存在であった。クラブは1953年3月27日に、SV ディナモとして創立された。同年に、ドレスデンを本拠地とするディナモドレスデンが、 各地の有力選手を集め DDR オーバーリーガーを制すると、そのことを心よく思わなかった、下味長官のエイリヒ・ミールケは1954年10月1日に、ディナモドレスデンから選手を大量に引き抜きクラブを再編、SC ディナモベルリンと解消した。この強引な補強により1957年に鈍振り、1959年に FDGB パコルを制止初タイトルをもたらした。 1979年のリーグ優勝時のメンバー1966年1月15日に従来の複合型スポーツクラブから独立し BFC リナもベルリンと解消した。これには長年低迷を続ける東ドイツ代表の強化には選手の集中強化しかないという結論に達した東ドイツサッカー協会の思惑もあった。またベルリンの他にドレスデン、ライプツヒ、イエーナ等、 国内の11クラブが同じように独立したサッカークラブとなり特別強化クラブへ指定された。この狙いは見事にはまり東ドイツ代表は1974年の西ドイツ W 杯ではベスト8進出を成し遂げた。またクラブでは1970年代にディナモドレスデンが5度の東ドイツリーグ制覇を果たしたり、1FC マクデブルクが1974年の UEFA カップウィーナーズカップで優勝すると一定の成果を収めるようになった。しかしディナモは一つのタイトルも獲得することはできず、カヤの外に置かれた状態であった。この状態に号を煮やしたミールケは1970年代後半に入ると審判に圧力をかけるなど影響力を最大限に行使する様になった。そして優位性を確実にするためのあらゆる不公正で、 歪んだジャッジによって援助されたクラブは1979年から1988年までリーグタイトル10連覇という驚異的な記録を達成した。しかしこの強引な手法はベルリン市民をはじめ東ドイツ国民の憎悪の対象となり試合の際には激しい罵声で迎えられることとなった。1990年のドイツ再統一後、クラブはシュタージとのつながりや 過去の記憶と決別するため FC ベルリンと解消した。しかし東西ドイツの再統一は選手の自由な移籍が可能となり有力選手は引き抜かれ戦力の低下が始まった。またかつてのようにシュタージの圧力による試合の操作も行使することが叶わなくなり柴叩く間にカイリーグを低迷する様になった。1999年には再び以前の BFC ナモへ戻したが 2000から01シーズン中に経営状態の悪化から、クラブは破産した。その後、ベルリナ FC ディナモとして生まれ変わったクラブは2004年のバーバンドスリガで優勝し、オーバーリーガに所属。以後、2007から08シーズンまでの4シーズン、所属した。2008から09シーズンからは、ブンデスリーガ3分の3、リーガが新設された関係で、オーバーリーガが5部リーグ相当となり、 同リーグに所属。2013から14シーズンにオーバーリーガ優勝を果たし、四部相当のレギオナルリーガノルトストに昇格。ディナモシュポルトフォールムホームスタジアムは、ディナモシュポルトフォールムを使用している。1970年に建設された1万人収容の小さなスタジアムで、スピードスケート、陸上競技、サイクリングなどの設備を併設した、総合スポーツセンターの一角にある。 東ドイツ時代はフリードリッヒアーンシュポルトパークを使用していたがドイツ再統一後の経営難により使用量が支払えなくなり手放している。また同じ東ドイツ時代の SC ディナモベルリンを前身としているアイスホッケークラブのアイスベーレンベルリンは最近10年間で4度の国内リーグ制覇を成し遂げた競合として知られている。ありがとうございます。